はい、どうもこんにちは。今回は濃度計算を使っていくんだけども、そもそも濃度とは何かっていうと、その名の通り物の濃さのことね。ただこの濃さっていうのはいろいろね、表し方があって、科学ではそれをね、目的に応じて使い分けていくことになるんだわ。だから今回の授業では、そんないろんな濃度についてね、その定義を見ていこうって内容になります。で、この単元が得意になりたかったら、まず最初に必ず押さえてほしいのは用語ね。この用語があやふやなままでは必ずこの単元が得意なことはないから、そこからね、完璧に押さえていきましょう。じゃあまずはじめに、塩とか砂糖を水に溶かす状況を考えてほしいんだけど、友達の佐藤くんの溶かすはなしね。この溶かされるものの方、粒々イメージしてほしいんだけども、こういうものを溶質って言います。で、逆にこういうものを溶かすものを溶媒っていうのね。溶媒。で、溶質が溶媒に完全に溶けたもの、散らばった状態のことをこれ溶液って言います。この用語で完璧に使い分けてほしい。で、溶媒として、まあ今イメージね、今イメージしてるように、溶媒として普通はね、多くの場合水が使われるから、その場合特別にこの溶液のことを水溶液っていうのね。で、まあね、最初に勉強する理論科学の範囲では、溶媒はね、ほとんどは水なんだけども、有機科学もね、勉強していくと、この溶媒がね、水以外のものができたりするんだわ。とりあえず今はね、なんとなくそれをね、知っておいてほしい。水の場合は特別に溶液のことを水溶液と呼ぶよと。じゃあね、これらの用語を完璧に使い分けて、今からね、3種類の濃度を見ていきましょう。じゃあ一つ目、質量パーセント濃度。単位にはパーセントを使います。じゃあその定義書いてみちゃうね。はい。溶液分の質量、分の溶質の質量を100倍したものが質量パーセント濃度ってやつね。で、どうしても注目してほしいのは、この分母が溶液であること。つまり、溶質と溶媒のこれ合計だから、溶液ってね、質量を書くときに、そこを気をつけてほしい。全体分の粒々の量って言ってんだね。分子が溶質だから。でさ、ここだけ見てほしいんだけども、この溶液の質量分の溶質の質量って、ここだけでさ、これ分の、これなんだから、濃さ表したそうだよね。だから別に100倍なんていらねえんじゃないのって思う、100倍なんていらねえんじゃねえのって思うかもしれないんだけども、これね、バカのためについてんのよ。例えばさ、全体が10で溶質がさ、2とかだったらさ、0.2 とかなっちゃうじゃん。で、もっと少なかったらさ、その 0.0 何とかってなっちゃうわけね。世の中にはね、もうね、少数見た瞬間にね、ゲロゲロってなっちゃう人がたくさんいるのよ。だからそういう人のために100倍しといてあげようよ。100倍しといてあげれば、例えば 0.2 だったら20に変わるし、まあ、0.03 でもさ、3に変わるじゃん。俺らが一番よく見る数字、まあ大体1から100までの数に収まるようになるよね。だからまあこれ、バカのためにつけてあげよう。返そうかね。世の中でもさ、その今この定義には、物質量とかモルとかさ、難しいものが入ってないから、普通濃度って言ったらよくね、これが使われてる。よく見るでしょ、飲み物とかでもパーセント表記になってるじゃん。これがね、よく使われてます。じゃあそれについて、ね、例題一つ見てみましょう。じゃあ例題エグザンプル、はい。 110g の水に食塩 27.5g 溶かした 27.5g を溶かした水溶液の質量パーセント濃度を求めなさいって言ってるんだけども、これ定義通りしっかり計算したらいいね。じゃあ計算をしていきましょう。まず最初に、分母は溶液の質量ね。溶液っていうのは溶質と溶媒の合計のことだから気をつけてね。これが溶媒でしょ。水 110g で、食塩 27.5g、 これが溶質なんだから合計書くよ。110+27.5g が分母に来るよね。で、分子に何来るかっていうと、溶質の質量なんだから、溶質今回食塩 27.5g だね。だから 27.5g と。で、まあバカのためにかける100倍しといてあげなきゃいけないから、かける100倍と。で、イコール、どうなるかっていうと、27.5 を 137.5 で割り算実際してみてください。そうすると20になるはずだから、20.0% と。はい。これでおしまい。まあ、質量パーセント濃度ってね、実は中学校の時も習うから、すごくまあ、馴染みのあるものだと思うから、次からね、高校っぽくなるから頑張ってください。じゃあ、丸2番に行きましょう。じゃあ、丸2番目。体積モル濃度。体積モル濃度はね、一番科学でよく使う濃度だから、まあ、体積っての省略して、単にね、モル濃度って言われることもあるわ。言われることがほとんど。じゃあ、その定義見ていきましょう。はい、注目してほしいのは、分母は溶液の次、体積に変わってるね。体積をリットルでここに書いてあげると。
で分子には溶質の粒々の数、つまり化学でいう物質量モルを書いてあげる。だから全体の体積のうちの粒々の数って感じなのが、このモル濃度ってやつね。で実際にこれね、じゃあ具体例見ていきましょう。じゃあエグザンプル、水酸化ナトリウム 20.0g を水に溶かして 200ml とした水溶液のモル濃度を求めなさいって言ってるんだけども、度が抜けてるね、モル濃度、ごめん来たんだけど、モル濃度を求めなさいって言ってます。じゃあ、 まあ定義通り計算していきましょう。はい、まず分母には溶液の体積だから、これさ、水酸化ナトリウム 20.0g を水に溶かして、で全体として 200ml になったって言ってるんだから、これが溶液の体積だよね。 200ml ってまず書いちゃおうか。 200ml、でも俺らは分母をリットルにしたいから、ミリリットルからリットルに単位を変えよう。最初はね、こういう風にバカ丁寧にやっていこうか。ミリリットルからリットルに変えたいから単位はこうか。そうすればこうやってリットルになるね。1リットルは1000ミリリットルと同じだから、こうやれば単位が変えられる。じゃあ分子見ていきましょう。分子は溶質の物質量って言ってるんだけど、俺ら 20.0g しかまず知らないからさ、水酸化ナトリウム溶かしたら 20.0g だなと。これモルに変えたいんだけども、グラムからモルに変える方法、ここに書いてあるね、式量 40.0 って書いてあるんだけど、これは意味何かっていうと、水酸化ナトリウムが1モル集まったら 40.0g ですよって言ってたね。だから1モルと 40.0g は同じこと、だから単位を変えられますよね。分母にグラム、分子にモルが来るようなものないかなと。そうすればグラム、グラムが消えてモル2になるから、それはこれだね、式量だね、1モルと 40.0g で同じ意味だから単位が変えられると。これを計算すればちゃんと分子がモルで、分母がリットルになってるからモル濃度になってるよね。じゃあこれ計算しましょう。イコール、それが 2.50 になる。 2.50 モルパーリットルと。はい、おしまい。じゃあ3個目見ていきましょう。単位はモルパーキログラム。今分母に質量のキログラムが来てるから、名前がさっきの体積モル濃度と比較して質量モル濃度になってるから注意してね。じゃあ定義見ていきましょう。はい、でめっちゃ注意してほしいのが、これ分母なんだよね。溶倍の質量に変わってるから気をつけてね。今まで溶液に注目してたよね。だから今回は溶倍だから気をつけて。分子は体積モル濃度と同じ溶質の物質量と、だから溶倍の重さ分の、まあ、粒々の数で測ってるのがこの質量モル濃度ってやつね。じゃあ例題一つ見ていきましょう。じゃあエグザンプル、例題、はい、初等 34.2g を 250g の水に溶かした水溶液の質量モル濃度は何ですかって言ってるんだけど、初等ってのは砂糖の主成分のことで、有機化学勉強したらスクロースってなるやつのことね。化学式がこれ、分子量が342なんだって。じゃあこの問題解いていきましょう。定義通りやるだけだから、長い分数引っ張ってあげて、分数の線いくよ。まず分母考えましょう。今回溶媒が何かってよく考えてほしいんだけども、溶媒は 250g の水準備してるんだから、溶媒は 250g でいいよね。 34.2 を足すなよ、それは溶液になっちゃうからね。溶媒は 250g だって。でも質量モル濃度は kg が分母に欲しいから、 g から kg に直そう。慣れたらもちろんね、ここら辺は一瞬でやってか、しまって構わないんだけども、最初は丁寧にやるよ。 g 分母に持ってきて、消して消して kg に変える。 1kg と1000は同じだから、 1kg と 1000g 同じだからこうだね。結局線で割ることになる。じゃあ次分子いきましょう。分子は初等 34.2g っていう情報しか知らない、俺らはこれしか最初知らない。でも分子にはモルが来てほしいんだから、どうする、単位からまず見ちゃおうぜ。分母にグラムで、分子にモルが来るような何か変換してくれもないかなと考える。そうするとここにあったね、分子量342ってどういう意味かっていうと、初等って1モル集めたら 342g ですよって言ったね。1モルも 342g も初等にとったら同じ意味だから、1モルで342と、こういう風にやればいいよね。分母と分子と同じ意味を持つものがあるから単位を変えられる。グラム、グラムが消えて単位がモルに変わると。まあこれを計算すればいいでしょう。これを計算してあげると、イコール 4.00×10⁻¹ モルパーキログラムとなります。はい、
ということでね、最後に少し発展的な注意を言っておきたいんだけども、もしこの中で科学の勉強をし始めたばっかだよって人はね、今から話す話を完璧に理解する必要はない。まあ、なんとなく聞いてほしい。で、それ以外の受験生はね、今から話す話を納得して理解してほしいなと思います。何の話をするかっていうと、このね、質量モンロードの定義だけややね、不思議に思う人が多いんだよね。だからこの質量モンロードを使うことの利点を話すから、それを納得してほしいなと思います。まず最初に、まあもちろん分母を見てほしいんだけども、なんで溶媒に注目するかってことね。それは、溶質の量を2倍すると、この定義だったら濃度も2倍になるっていう、まあ、綺麗な性質があるからだろうね。溶質の量を変えても溶媒の量は変わんないからさ、分子だけ2倍になるじゃんか。そういう性質は、さっきやった、丸1番の質量パーセント濃度とか、丸2番の質量、体積濃度にはないんだよね。だって質量パーセント濃度だったら分母の溶液の質量はもちろん変わってしまうし、これ2番のモル濃度、体積モル濃度でも、まあ溶質加えたら若干体積変化してしまい得るからね。だからまあこういう質量モル濃度だけこういう機能性質があると。で、次になんで質量に注目するかなんだけども、それは温度変化によって変化しないから。なのね。温度変化によって変化しないから。合ってるね。で、もしこれが体積だとするとさ、温度変化でまあ溶液の体積ってやや変わってしまうんだね。それはまあ不便なことがあるんだわ。温度変化を使う科学の単元では。実際に温度変換を扱う科学の単元っていわゆるね、沸点上昇とか凝固点効果のところがあるんだけど、その時には実はね、この質量モル濃度を使うことになる。つまり質量モル濃度をやるときにはね、分母のこのね、溶媒であることにね、めちゃくちゃ気をつけてほしいよね。まとめると。だからまあ、いわゆるね、溶媒をよく見てほしい。溶媒ウォッチだね。ファボゼロのボケすんだ。お疲れ様でした。ヨーデルということで、今回の授業は少しでも役に立った、面白かったという人はね、ぜひ高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それじゃあまた次回の授業で会いましょう。さようなら。